はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、ハライチ岩井のアイドル論になんかすごく共感したんで、そのお話をしたいと思います。まあ、ハライチ岩井といえばですね、アニメだったり、アイドルだったり、いろんなもの好きな人で、結構ツイッターでそういう情報をね、発信してたりするんですけど、ことの発端はですね、ハライチ岩井が3次元のアイドルにはなかなか興味が持てないと。それはなんでかっていうと、やってる人たちが大人にやらされてる感がある。どんなにいい歌詞を歌っていても、ね、この人たち本当はそんなことを思ってないんだろうなっていう感があるっていうんですね。まあ、それに対して賛否両論巻き起こしたわけなんですけども、僕としてはその意見に賛成なんです。というのは何かっていうと、そのアイドルや他のアーティストの違いについてなんですけど、いわゆるバンドマンとかそういう人たちっていうのは、ボーカルの人が曲だったり歌詞を作ってるわけですよ。ということは、その作った人の思いが反映されるのが歌詞だったり曲だったりしますから、まあ、この人がこういうことを考えてるんだな、こういうのが好きなんだなっていうのが曲を聴けばわかるじゃないですか。で、それに対してアイドルっていうのは、まあ、基本的には曲だったり歌詞っていうのは、他の人が作りますよね。大人が、プロデューサーだったり、そのなんか、その音楽作る専門の人が。アイドルの人たちはそれを頑張って表現するのが仕事なわけじゃないですか。そう考えると、確かにそのアイドルの子たちがすごく一生懸命歌ってたとしても、この歌詞は自分たちで考えたものじゃないんだから、本当に思ってることじゃない感じがするっていうのは、僕はすごい確かにわかるんですよ。まあ、確かにそのね、言ってみたら、その作詞家だったりそういう人たちも、このアイドルに合うようにっていう風に作ってるとは思うんですけど、とはいえ 100% リンクしてるとは考えづらいんですよね。で、やっぱり実際に考えてみると、例えば AKB48 とかでも、いわゆるですね、王道のアイドルソングっていうか、なんかこう、女の子がこのね、恋愛感情があるんだけどなかなか好きって言い出せなくてみたいな、でもあの人をね、ついつい目で追っちゃってるみたいな、純情な恋愛ソングとかをすごい可愛い格好して踊らして、ね、可愛い子たちが歌ってるわけじゃないですか。でも実際問題、あの子たちっていろいろスキャンダル出まくってますよね。ってことは、やっぱり歌詞とやってることが全然違うじゃんってなりますよね。それはしょうがないですよね。だって AKB の子たちが曲を作ってるわけではないんですから。まあ、そういう考えからすると、僕個人としてはすごくハライチ岩井さんの意見に賛成できました。本当に思ってないというか、まあ、でもそれがアイドルっていうもんだからしょうがないんじゃないのかなっていう感じもしますよね。アイドルっていうのは、さっきも言いましたけど、基本的には曲や歌詞は作ってもらって、それをいかに自分で表現するか、自分たちのパフォーマンスでっていうのが、そのアイドルの見どころだと僕は思ってるんで、まあ、そういう形式でもしょうがないんじゃないのかなっていうふうに思う感情もあるというお話です。まあ、そんなわけでですね、ちょっとでも共感してくださった方、高評価とチャンネル登録をお願いします。どうもありがとうございました。